社長、はい、どうですか。問題ないですか。問題ないですか。問題ないですよ、うん、結構抜けるもんなんですかね。いや、毎日走ってればそんな抜けないですよ。じゃあ OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。テレちゃん、ちょっと一周させていこうよ。どこへ、ね、どこへってイエス。で、いい、うん、いい。なんか、まあ、あれから1ヶ月くらい経つのかな。うん、うん、どうですか今の心境。心境というか、まあ、心境。いや、ここまでやっぱ慣れると楽だよね。うん、やっぱ今までの車がねえでも結構なんか前の車愛着湧いてましたもんね。なんかもう一番最初の1581はもう大好きだったよ私。ねえ、ちょっとね、あの廃車にするときちょっと寂しかったよね。あの子ね、寂しいってね、私の人生だった。いやいや意外に俺が初めて入ったというか初めて乗ったトラックですよ。 あそうなの。うん、そうそう。塚さんじゃなくて。いやいや、じゃなくて僕がね、そうなんですよ。初めて何新車もらった時の車、あれは。やっぱちょっと寂しかったね最後ね。最後寂しいね、やっぱね。寂しいよね。頑張って、あの車すごいよ。だってすごかったね。 100いくつだって。 130? 130万キロぐらい走ったもんね。高速とかってどうですか。眠くならないですか。はい、ならない。すごいもう快適っていう言い方変だけど、もうこう何、オートクルーズとかさやってるんだ。もうそれ、そう、全然違うね、やっぱいい車ね。あ、そうね。本当に喜んで使ってますよ。あった最初、私もその前がねオートマだったんで、ミッション運転できるかなオートマじゃないんだなんて言って。だめだけど、なでりゃほとんどだって高速移動だもんね。オートマみたいなもんだよね。感動したとかって入ってきた時にやばいと思って、いや、もっとちゃんとすればよかったととかとも積んでいかなくていいってことなんだよね。
でしょ。うん、あっちでいい。もういいよ。じゃあてるちゃん、新車から1ヶ月経つけどどう今。いや本当ありがたいですね、こんなに車乗せてもらって、本当に快適です、うんうん、なんか言わせてるみたいじゃなかったもう本当にこんなにいい車があるんだと思ったじゃあありがとう。いやいや、こちらこそ、